ガチマリ味方にいると負ける確率が上がる武器参戦。金モデラー。初期のスプラ2では最強の塗り性能を持ち、当時のスプラ甲子園では金モデだらけになるほど縄張りバトルでは猛威を振るった。しかし塗り性能の弱体化でユーザーは減少。同じ種類の銀モデ、銅モデは一定数のユーザーはいるが、イカスフィアという絶妙に使うタイミングが難しいスペシャルを持つ金モデラーはガチまでほぼ見かけない。たまに金玉とか呼ばれている。ソイチューバー。まず無印もカスタムもガチマッチでは見かけない。いたらソイチューバーがいるやんって言っちゃうレベル。チャージ速度が遅い割に射程がジェットスイーパーやバレスピに劣るというのが欠点。スプラ3ではチャージキープがこの武器だけになるかもと予想されていて、もしそうならだいぶユーザーも増えて救われるんじゃないかなと思ってます。ハイドラント。ただでさえ使うのが難しいハイドラントに最弱スペシャルと呼ばれているスーパー着地を組み合わせた武器。インクアーマーを持つハイドラントカスタムの方がよっぽど安定感があるので、ユーザーもそっちの方が多い。メインとスペシャルがこんなに噛み合ってない武器も珍しいよな。他にもあったらコメントで教えて。